どうも皆さんこんばんは、いかが過ごしでしょうか。アレレレンです。今回はですね、たまたま先日ファイル整理してたら Apex の初期の頃のね動画を見つけまして、ちょっと面白いかなってシーンがあったんで動画にしてみました。動画流しながらコメントしてる感じの動画になります。最初はですね、ちょうど2年前、Apex出てすぐぐらい、1、2ヶ月ぐらいの時の動画ね、になります。この頃はもう、とりあえず戦えば上手くなるかな、みたいな。って勝手に思ってたので、スカウルタウンばっか行ってました。さあ、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、視野70でお送りしております。視野角いじるとか、そういうね、設定とかできる、知識なかったんで、しばらく狭い画面でお楽しみください。この301のスキン好きだな。あ、トリプルテイク。めっちゃ好きだったんだけど、この時はエネアマだったんだよね。いや、マジね、大好きだった。エネアマの頃が一番好きだったかもしれん。あ、敵いるね。おっ！はい、華麗に外していく。ナイス？ね、バチバチですね、やっぱスカルタン。全然あさっての方向にボム飛んでるな。さあ、この後ろで出てきたオクタンにご注目いただけたらと思います。なんかね、ハボックカチャカチャ撃とうとしてるんですけどね。この私の覗き込み。ホラーゲームの覗き込み。さて、この3倍スコープ、果たして使えるのだろうか。いい感じで撃ってんじゃん、撃ってんじゃん。いいよ、いいよ、いいよ。覗く！ここで覗いていく。どんな覗き込みよ。パスファインダーの、ウルトを撃ちたかったけど、どうやら崖から落ちたようです。やっとつけれたかな。なんか不安になるな、これ1、2番をエヴァーオートにつけてるのも気持ち悪い。今じゃもう絶対無理。おっと、パーティー終わった。蘇生入ってるね。どうするどうする。お、いいね。それはいいよ。しかし、いや、覗きながら撃つな。恥ずかしいから。やめて。やばい、これちょっと多分続くよ。お願いだから腰打ちで撃って。格殺はやめろよ。やめろよ。おい、あ、格殺を覗いて撃つな。この頃からね、G7 大好きだったんで、G7 ね、ほら、使ってるんだけど、ちょっと外しまくりだったね。あ、下から来るかな？やっぱり、エヴァを覗いて撃つと。まあ、今のはいいかなと思うけど。さて、RQQ 持ってますね。あ、R400。まあもうこの頃めっちゃ好きな構図だった。おー、まあ、敵がどこにいるかわからなくなっているぞ、これ、レレレンちゃん。おっと、見つけたけども、パンチ出る！パンチ出た、やばいぞ、やばいぞ、リロードして。なんとか倒せる。ね、ジャンプパッドが出たあたりからね、私ね、大変なことになる。まあ、ほら、乗れてないんだよ。ジャンプ基本ね、やっぱりどのゲームもね、最初ね、つまずくんよ。崖の上に乗りたいけど、乗れないっていう。動画を見てくれてありがとう。もしよかったら、チャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレーニーに会いに来てね。またねー。バイバーイ。